札幌駅前藤本のの論。動画をご覧の皆さんこんにちは。文章アドバイザーの藤本健一です。この札幌駅前藤本の角論というチャンネルは札幌駅前作文教室代表で文章アドバイザーの私藤本健一が普段考えていることや感じていること文章の書き方のポイントやキャリアアップのためのワンポイントアドバイスまた情報発信のなやり方などについてざっくばらにお届けしていこうというそういったチャンネルでございますぜひ、ね、肩肘張らず気軽に聞き流していただければと思います え今日はですね面接対策のお話をしていきますまあ、小論文の試験って小論文だけで終わることってほぼなかったりするわけですよね、えー、面接の試験があったりまたですね記述試験があったりするとでうちの塾のいいところはですね小論文対策だけで終わらないということですね例えば履歴書であるとか自己 PR 部の添削志望留書の 検索もしますし、また面接の練習の仕方もお伝えしていますと。で、私自身も高校教員としてですね、面接官もずっとやっておりましたので、そういったところの面接官の視点というのも分かりますし、また経営者の知り合いからですね、面接どういうこと聞いてますかっていうことも聞いたことありますので、そういったところでですね、まあ、いろんな自分でしかできない面接のアドバイスを差し上げているわけですよね。で、私のところで私が面接官役として面接もやっているんですけれども、家で練習したいという場合もあります。で、そういった時に家でどうやって練習すればいいか、はい、ポイントはこれなんです。 はい。自撮りをしましょうと。まあ今日は面接のやり方です。最強の面接対策、それは自撮りということでございます。自撮りってわかります例えばスマホ。スマホを用意して自分でイエーイって写真を撮る。これあんまり街角でやってるとちょっと痛い感じがしますね。自撮り棒とかでやっていると。まあ外国の方結構自撮り棒を使ったりします。まあ私もですね、あれいつか欲しいなと思いながら未だにそう至ってないんですけれども、まあ自撮りっていうのは割と役に立ちます。まあ何かというとですね、まあやり方をお伝えします。まずパス。 スマホ用意してカメラモードにすると。で、インカメラ、つまり自分が撮れるようにした上で、それを立てかけて、それを面接官だと思って面接の練習をするというところですね。これやるとですね、まあ、自分の癖がよくわかります。まあ、例えば私の場合ですと、無駄にですね、えーとか、あーとか。 そういったですね、簡単詞と言うんですけれど無駄な一言多いなっていうを思ったんですよね、また回りくどい言い方をしていたり、あるいはですね、一文が長かったりします、なんとかだと思うんですけど、なんとかなんとかなんとかなんで、なんとかなんかなんとかと思うんですけど、なんとかなんなんとかと考えていて、それで死亡しましたみたいな、長いとわからないですよね、だからポイントとしたら、ですね、こうやって自分で自分を取ってみると、自分の話し方の癖が分かります、あるいはしゃべってるとき、やたらですね、ここ触るとか、手が動くとか。 足が貧乏ゆすりしているとか、そういうことも動画を見ると一発でわかります。おまけにですね、まあ目が泳いでいるかどうかっていうのもわかりますよね。人間って結構目がですね、わからない時でこうやって上向いたりしますし、不安な時下を向いたりしますと。そういう,う目の動きがあるとですね、なんかあこの人動揺してるなっていうのを面接官って見たらわかるわけですよね。でも自分が喋ってる様子ってほぼ知ることないわけですよね。 まあ余談ですが私、YouTube をこうやって撮ってるじゃないですか、自分の動画見るのって、初めすごい嫌だったんですよね、何かというと、自分の喋ってる声って、自分が喋ってるという時に聞こえてる声と、他の人が聞く声って全然違うんですよね、だから声優さんとか、そのズレを意識しながら調整したりするらしいんですけれども、これですね、慣れた方がいいんですよね、何かというと、面接官には自分の声、こう聞こえてるよっての分からないと、直しようが分からないというわけですよね。 だから結構自分の声見たくないの、自分の姿とか見るの嫌っていう人はいるんですけど、はい、ぐっと我慢してやっていただきたいと思います。まあこれですね、うちの受講生の方みんなに勧めますけど、ほぼみんな嫌だって言いますよね。嫌だって言います。でも私、<laughs> やってくださいって言います。なんでかというと、これを見るのが一番早いんです。自分が無意識で持ってる癖っていうのも動画見るだけで一発で治るんですね。あ、しまった。昔から私、よく手が動くって言ってたけど、こんな感じで動いてたのね。あ、確かにこれは気になるわ。 っていうのが見たら分かるんですよねまた喋り方の癖も分かりますし、例えばお辞儀の仕方とかもそうですね、こんにちはって、なんとなく首を動かしてるだけでお礼、お辞儀をしているっていうのも見たら分かります。本当はこうやって深々とお辞儀をしなきゃいけないとか、そういったことも分かりますよね。っていうところで,です、ね、自分が喋ってる様子って実は意外と自分が一番知らなかったりします。それってもったいないわけですよね。でそういったところってちょっと直すだけですぐ良くなったりもするわけです。ですから 面接対策やるときは、まず自分が、はい、スマホを用意して、スマホを、面接官だと思ってスマホに向かって喋る練習をする。これをぜひやってみてください。で、見聞き返すの絶対嫌だと思いますが、ぐっと我慢してやってください。これはですね、5分取るだけで、5分見るだけで、つまり10分で全然効果変わってきます。これは例えばですね、どんないい面接官役をやってくれる人、1時間、2時間やってもらうよりも、自分で5分取って5分見る方が気づきます。あ,あ、自分ってダメだなとか。 これやったらいいんだとか、あるいは自分ってこう見えてたんだっていうのはわかるんですよね。で、これできれば毎日やってください。毎日やるとですね、だんだん良くなっていく感じがわかります。で、私も YouTube 今毎日撮ってるんですけど、だんだん喋り方ちょっと良くなってるっていうのはわかるんですよね。こういう自分のちょっとした成長にも気づいていけますので、こういうふうに記録をつけていく。ぜひやってみてください。まあ、受かった後にですね、この動画残しておくと、あ こういうこともあったなって微笑ましい気持ちで見ることもできますですからまずは絶対嫌だと思いますが最強の面接対策それは自撮りということで自撮りをやるところから始めてみてはいかがでしょうかまあ今日は こういったですね、面接対策の仕方をお伝えしていきました。うちの塾でもですね、小論文対策だけではなくて、さっきも言いました、死亡理由書であるとか、自己 PR 文また面接対策も行っておりますと。で、同じ時間の中でやれば同じ良き流れできますんで、ちょっとお得かもしれないなっていうところですよね。ということで、今回は面接対策の仕方をお届けしました。なおですね、面接一つだけもう一つ追加があります。面接試験の際ですね、意外と多くの人が忘れているのは、 自分の書いた死亡理由書や履歴書、あるいは試験で書いた小論文の内容を確認しておくということ。これをやらない人多いです。なんでかというと、面接の際ですね。何もなしで面接すると時間がかかります。ですから、履歴書であるとか、今まで書いた小論文であるとか、死亡理由書、これを見ながら面接されるんですよね。 場合によってこれ時間かかったりするわけですね。履歴書出した1ヶ月後に面接だったりするわけですよ。そうすると自分何喋ったか、何を書いていたかがさっぱりわからなくなっているわけですね。特に何箇所も学校であるとか会社を受けている場合、どの志望理由書に書いた内容かがさっぱりわからなくなっちゃうこともあるわけです。 ですから、出す前に、死亡、理由書であるとか自己 PR 文出す前には必ずコピーを取っておく、そしてコピーを会場まで持っていって、会場の控え室でもう一回内容を見た上で面接に行く。これをぜひか 意識してみていただきたいと思います。今日は最強の面接対策、それは自撮りというテーマでお届けしました。こういった感じに毎日情報発信をやっておりますので、もっと見たいという方は、いいねボタンやチャンネル登録ボタン、また、プロフィール欄からメルマガ登録もできますので、お気軽にどうぞ。特にメルマガはですね、返信していただければ私一発で届きますので、ぜひお気軽にご利用ください。本日も最後までご覧いただきまして、大変にありがとうございます。ぜひまた見てください。それでは。